おはようございます。茂木耕作海空研究所朝礼、今日は令和6年1月18日でございます。昨日はね、外配信に挑戦してみたんですけど、さすがにちょっと結構途切れてしまって、まあでもね、同じようなことをずっとぐるぐる話してるもんだから、カットしても結果つながってたっていう そんな感じになりましたね。今日はね、一応ホテルのなんかベランダがついてて、なんで一応外ということで、今日は大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。まあホテルの Wi-Fi もちょっと弱めなんですけど、はい。ということで、まずはですね、森本あかねさん、駅伝大会のですね、監督就任おめでとうございます。もうこれは、ドッジボール大会に引き続きですね。なんかPTA 主催の活動で、ドッジボール大会とか学校対抗の駅伝とか、あかねさんはあって普通みたいな感覚でおっしゃってますけど、あ、ひろみさんおはようございます。あかねさんはね、PTA、あかねさんのとこの PTA やっぱりすごいなと思いますね。あ、ユージンさんおはようございます。まあなんか、PTA でそれなりのイベントやるって、まあ、どこの学校でもやってるんでしょうけど、なんかその学校対抗で駅伝だとかドッジボール大会だとかって、どうなんでしょうね。どれぐらいあるもんですか。ひろみさんとかどうだったですかね。まあ教員の立場でしょうけど、まあ PTA 見ててどうだったのかなっていう。そうだな、 PTA は結構テーマにしたかったかもしれないですね、せっかくなんで。そう、なんか、まあ、僕もね、一番下のこの小3なんで PTA を2年ほどやってて、まあ来年もまたじゃあお願いしますみたいな感じになってるんですけど、まあその別にうまくいってないわけじゃないんですけど、その小学校全体として PTA に対して、まあ楽しいよねっていう感じに一致してなってるかっていうと、まあ一部ね、やりがい感じてやってらっしゃる方もいるとは思うんですけど、全体的には影薄いかなと。で、まあ一部、まあできればやりたくないですっていう感じでしょうね。で、これは何ていうか、僕の中ではね、そのどこの小学校でいろんな人に話聞いても、基本なんかそういう答えが返ってくるなと。今年なんとか委員が回ってきちゃったとか、そういう言い方する人が多いんで。で、まあ僕はそんなにポジティブかっていうとネガティブでもないけど、ポジティブなわけでもないぐらいな、まあやるんだったらやりますけどっていう感じでやってますけど、あかねさんのところってめちゃくちゃポジティブに回ってるなっていうのがすごい伝わってくるんですよね。エネルギーがあるとか、まあやりたい時にやりたい人がやれるだけやるっていうモットーだけが共有されてて、あとはどのようにやるのもみんな自由っていう。そうするとなんかね、結局ドッジボール大会も校内だけじゃなくて、学校対抗になったり、その学校対抗になったらそのチームに対して監督をつけてっていうのに、まあだから茜さんがついてるわけですけど、で今度はね、駅伝大会だとかっつって。めちゃくちゃなんか差を感じるんですよ、それと。PTA でうまくいってる状態で、こう、ね、全国どれぐらいあるのか分かんないけど、ね、トップアスリートだなと思いますね、あかねさんのとこの PTA チーム。だから全国の類まれなるものっていうか、ああいうのを僕らね、ずっと見てきてると思うんですけど、あれ何なのかなって。まあだから茜さん一人じゃないとはいえ、まあ茜さんの存在は当然大きないとして、でもそれだけじゃないって、どういう予算なのなと
で、なんか周りの大人にすごく愛されるって、ただのキャラじゃそうはいかんぞっていう、もう能力だと思うんですよ、アビリティだと思うんだよね。あれはスキルとかじゃなくて、なんかそういう技を身につけたレベルの話じゃなくて、かといって生まれ持った天性みたいな話でもなく、ずっと積み上げて自然にそうすることが自分にとって一番、良き動きであると認識できるような能力、それが自分にとって自然で、楽しいと思えるような、まあ、アビリティというか、そういうものがこう前駆にあるって何なんだろうなと思ったんですけど、でもまあ赤江さんのあの感じもそうだけど、それと同じくらい結構 PTA のあの状態、赤江さんがね、あれだけ生き生きと発揮できるような、あの、まあ、地域全体なのかもしれないし、小学校の感じなのかもしれないし、まあ、花丸が復習会とかもそうなのかもしれないけど、その環境全体が善くんのアビリティを作ってんだろうなっていうのはなんかすごい感じてですね。だからなんか、まあ、今回はね、赤井さんが駅伝大会の監督就任っていう、まあ、ストーリーズに上がってましたねっていう話でしかないんだけど、なんかすごい、あの、なるほどなってやっぱり思っちゃうんだよね。善ができちゃうよねっていうか、なんかその善がすごくなっちゃうよねっていう思ったりしたかな。いや楽しみですよ、ね、もう本領発揮じゃないですか、全のホームグラウンドじゃないですか、駅伝大会なんてね。まあ、今でこそもうレハリとラグビーで、あの、大活躍ですけど、まあ、もともとね 800m を制覇してみたいなところからですからね。でもうちょっと前は駅伝もやったし、ね、走る学校のオンラインスクールに入ってくる前も結構長距離やってたみたいな話だったし、あかねさんも結構ねマラソンやってたっていう話だったから、いや楽しみですね。また久々に、あの、そうだから、なんか、あの、森本家は、あの、そのバラエティがあるよね、なんかスポ取り組んでるスポーツのね、これ一筋にその時は見えるんだけど、 800m の時は 800m 一筋に打ち込んでるかのように見えるんだけど、ずっとそれだけに固執してるわけじゃないから、なんか世界が広いよなと思うね。なんか善くんの見てる世界が、ね、野球も一時期やってたみたいだし、あと何やってたっけ、そう、なんかロードレースのバイク買ってね、なんかチャリ自転車もなんかえらいこだわってたりとか、あれは小学4年生5年生の見る世界としてめちゃくちゃ広いんじゃないかな。それで、そうだから、なんか小さい頃に、あの、打ち込む、なんかこう小さい頃に打ち込んじゃう感覚って、まあ誰にでもあるんでしょうけど、その打ち込めるような年齢の時にいろんな世界見てるみたいなのはめちゃくちゃこう頭良くなりそうだなと全く見てると思いますね。なんかね、だからこの人の脳みそってなんかすごいんだろうなみたいな思ったりしましたかね。とにかく楽しみです。そして、そうそうそう、なんかひろみさんのことちょっと話そうと思ったんですけど、ひろみさんね、今日来てくださってありがとうございます。あの、インスタの投稿をね、まあ、僕もね毎朝楽しみにしてるんですけど、そのなんか、あの、お師匠さんがいらっしゃるんですね。あの、なんか1枚目の画像はこうした方がいいとか、あの、こういうのに使える、まあ、だから単純になんか映えるみたいなことがしたいわけでもないんだと思うんですけど、まあ、かといって、ポリシーのないこうバラバラになんとなくっていう話でもなく、一回一回全部ねテーマがあって、カバー画像と、まあ、そのカバー画像で示したテーマに沿った2枚目の写真であったり AI で描いた絵であったりっ
ていう組み合わせなんだろうなと思うんですけど、まあ、それに、まあ、僕はね全然そのインスタのお作法とか詳しくないけど、そのお師匠にはこのように言われてて、まあ、このようなお作法でもっとこうするともっと良くなるという話をやりながら、まあ、とあるとこまで来たら、まあ、自分の思うようにやればよいとどっちなんていうかいやありそうだな、ありそうなやり取りだなと、その 弟子と師匠のやり取りとして、まあ、別にインスタの師匠だけじゃないじゃないですか、それこそね、まあ、僕今琉球大学来てますけど、まあ、琉球大学でも学生がね今卒論の間際で、まあ、直くんと一緒ですよ、まあ、どこの大学も卒論発表まであとね3週間とかそれぐらいな感じなんですよね。でまあもちろん師匠の師匠に教わったお作法に沿ってこのようにやって、でもちょっとどうなんでしょうこれ今回どうしたらいいんでしょうみたいななるじゃないですか。だからなんかある程度のところまでもっとこうした方がいい、こうしたらもっと良くなるみたいな話をやってたのに、まあ、そういう話をもっと良くしたいからこれどうでしょうかって聞きに行ったら今度は、まあ、自分の好きなように思うようにやれないよポンって突き放されるみたいなこれどこでも起こってるんでしょうね、師匠と弟子の関係としてね。いやなんかすごい 笑っちゃうっていう話でもないのかもしれないけど、いやなんか教える側と教えられる側として、あ、まあすごく本質的にそうあるべきやり取りなんでしょうね。なんかこう一定の作法を、まあ手張りじゃないですけど、まあ繰り返して、自然にできるようになるまではもっとこうせよもっとこうせよと、その作法ではまだこう所作がなっとらんというね、まあ、一番最初に入り口始めたての頃はまあそういう関係になりますね。だからまあいわゆるティーチングの状態ですよね。でまあある程度この子できてきたなってなったら、まあ、ポンと突き放して思うようにやりなさいというのをね、なんかそう、それがだから直くんのねコーチングの話セミナーの時もありましたけど、まあ、入り口こうティーチングのねインストラクションの期間があって、でそこからしばらくまあ、ちょっと手を離して自由度を本人に与えつつ、まあでも主張りの主から抜け出したわけじゃなくて基本は守ってるっていう状態をしばらく続けるという時の会話としてね、なんかだから主張りの主の中にもステップが何段階かあるってことなんでしょうけど、主を抜け出したわけじゃないけど、まあ、主張りの主の第一ステップを抜け出すと、まあ、そういうところに一回行くよねというね、あんまりあれこれ、考えすぎても手が動かなくなるっていうバランスと、とはいえお作法とかセオリーとか手順とかあるから、まあ、本当に慣れてない段階は一個一個指差し確認しながらやるみたいな段階っていうか、まあ、それは両方あるんだろうなと思う。確かにどんなもなんていうかスキルのインストラクションでもだいたいそういうことあるよねと。でももともと本来なんか、まあそれこそねインスタの投稿なんてまさにそうなんですけど、本来の目的は自分の中にしかないから、それは先生のとか師匠の中にはさあるのはスキルとしてセオリーとしては、まあこういうお作法が入りやすいよっていう、まあ一般的なやり方ですよね。それはあるんだけど、本来どういう思いでとか、どうなれたらいいなとか、どうありたいなとか、それは師匠の中にはないんですよね。あくまで弟子の中にあるんだけど、弟子もうまくそれが、
形にできてなかったりとか、自分でもうまく言語化できてなかったりとか、なんかある気がするし、や積み上げてってたどり着いた先でいつか見つかったらいいなぐらいの感覚なんだけど、確かにこの中にあるみたいなものですよね。で、まあだからそのインスタの投稿みたいのも、そんな盛大なミッションだとかさ、世の中を変えるためのみたいな話にいきなりはならないじゃないですか。でも、なんか自分の内側でもやっとあるけど、どうやらエネルギーの塊がありそうであるっていう、それだけ自分には分かってて、なんかその外に向かって、表現しようとすることでちょっとずつ言語化されたり、あ、これだなやっぱりとか、まあ、あるいはその言語化しようとしたことを、まあ、他人が見てどう感じてくれるのかとか、そのフィードバックだとか意外な感想だとか、そういうので、そう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 、それが言いたかったとか、それがやりたかったとか、そういうのがなんかだんだんこう自分の内側にあるものが、モヤモヤしたものが徐々にこう輪郭が見えてくるみたいな、そういうステップを踏んでるんでしょうね、なんかね。だからなんか、ね、もう大企業がさ、もう出せば売れるって分かってる商品があって、もうミッションもはっきり分かってて、でより良い広告戦略のもとにインスタを使うみたいなのと全然話が違うから、それはもうなんか言語もはっきりしているし、どのようなビジュアルにするべきかも、デザインとかカラーリングとか、まあ突き詰めたらね、プロの世界ではいくらでももうギチギチにあるんでしょうけど、まあそうじゃなくて、なんか今からこれ広場を立ち上げると、格納建てに秘密基地をなんかひょんな思いから立ち上げて、なんかこういうことがしたいんだよねと、こういうことってどういうことっていうのがね、その周りにもよくわかんないし、自分でもまだよくわかんないんだけど、周りも自分もなんとなく良さそうだね、なんだろうね、なんか形にしたいよねと、手探りしてるような感じの段階の時のクリエイティブって、なんか一番僕ね見てて、なんて言うんでしょうね、逆に引きつけられるというか、その大企業のよくできた広告を見ても今更なんかそのできすぎてて引きつけられないんですけどなんかそのこれってどこに何を向かいたいための何の投稿なんだろうなみたいな、まあ、はっきりしない方がすっごいなんか見てる側としてはね、余白が多分にあるもんだから、要するに本人にとっても不確定だし、見てる側からしてもこう受け取ればいいんだってはっきり解があるわけじゃないから、いくらでも自由にね発散していいわけなんで、その余白があるとなんかね、すごいこう脳みそが動くっていうかこのカバー画像にこのまあ文字が書いてあって、まあそれはねテーマとして投稿のテーマとしてそう書いてある、なるほどな。でもさ、まあ、それに さらにさ、ただのフォントで書いてあるわけじゃなくて、一つ一つこう絵とミックスした AI のこう絵のような文字のようなアートのような、デザインのようななんていうか、これなんだろうなみたいなやつじゃないですか。それがなんでしょうね、こう毎日積み重ねて、今日も何かやろう、今日もこれを書こうかなとかって、思うだけのエネルギーがひろみさんの中にあるっていうのは、これ相当なことだろうなと思うんですけど、それが何なのかはまだひろみさんにとってもこう
受け取ってるこっちにしてもまだよくわからないんですよね多分まあだから師匠に学んだりとか、まあ師匠もあるところまで行ったら思うようにやってみなっていうのも、そう思うようにっていう部分を師匠は分かりようがないというか、あくまでひろみさんの中にしかないよねっていうことだと思うんですよね。ひろみさんの思うようにはどんなことなの、結局お作法はまあもうね守り方分かったわけじゃんと、その上で思うようにっていう部分はどんな感じなのっていう、まあ、師匠からのメッセージなのかなと思ったりしましたけどね。でもこれはなんかその、すごいね、大学でもそんなことやってんですよ、学生の卒論と、指導教官の先生とみたいな。だから直くんもね多分これは日々ね、最近いよいよ卒論まであと数週間みたいなことでいくと一緒でしょうからやってんでしょうね。でお互いなんかまあね、やってる事柄は違うけど結構みんな誰しも、教えるってこともすごく楽しいことだし、教えてもらうっていうのも楽しいことだし、それがなんかちょっとずつ取り組むことをずらしながらお互いなんかね自分の教えたいことを教え、別なちょっとずれたテーマでは教えてもらいたいことを教えてもらいみたいなのがこう噛み合ってる状態が一番なんか何て言うんですかね、それも人間関係として一番健全な状態なんじゃないかなと思いますけどね。なんかそういう集いになりたいなと思ってましたよね。なんかこのだから美空研究所とか言ってこれだってそれこそその俺が何したいのかよくわかんないんですよね。もうそので言ってる、まあだから今までのくだり全部そのまま当てはまるんですけど、まあ僕にはこう師匠がいるわけじゃないけど、僕の中でこのサロンでどういうミッションがあるのって言われたら全然言語化されてないし、目指すべきこうマイルストーンだとか目的地はここだからみんなで一緒にそっち行こうぜっていうのもまるでね1年半やってもないわけですからね。ないんだけどないんだけど手探りでまあだから思うようにやってるんですよ僕はね。でじゃあまあお師匠ひろみさんみたいにお作法を師匠から並んで一対一で学んでみたいなことをでいくと、まあ一対一では習ってないけど、まあ例えば誰かお手本にしてたりとかっていうことはあるんですけど、で他の、西野明のオンラインサロンはまあこういうふうにやってるなと、まあこういうお作法なんだなと、でこういうお作法を守ると大体こういう空間が出来上がるんだなとか、とか何か達彦のプログレスオンラインサロンだとこういうふうにやってるなとか、こういうふうにやってるっていうのは要するになんか西野明宏がとか中田敦彦が有名人だから集まってきたではない部分で、本人が意図して作り出している言語空間があるんです。全然全く別のものなんですよ。でそれが本人たちの思うように表現されてるからいいコミュニティとして支持されて、人がまあ増えるってこともそうなんですけど、まあ、人が増えること以上にやっぱりなんか居心地がいい言語空間にちゃんとなるっていうことの方が僕はねなんかすごい、お手本にしてるというか学びになるというか、その作法を取り入れてるっていう感じですけどね僕の場合は。かといってなんかその彼らがやってるのと同じようにはできないからできないし、全くなんだろう直くんはね同じように入ってるから分かると思うんですけど、似てるかって言ったら似ても似つかないと思うんですよね似てるかって言ったら似ても似つかないんです
ですけど、やりね、オンライン空間上でコミュニケーション取るっていう時に心を通わすみたいなことって、大体こういうことをやっていく必要があるよねみたいなのは多分なんかあるだろうなと思ったり、まあ、だからなんか朝礼やってるのもあるかもしれないですね。なんかその特別、メッセージが、伝えたいメッセージが、こういうミッションがあるんで今日も昭和しますみたいな、つもりのことはね、僕の中には一個もないんですけどただ、今日思ったことを残すみたいな、まあもちろんね、だからそれこそ直くんのスタイフと一緒ですよ。今日思ったことを感じたこと、起こった出来事をそのまま記録に残すみたいな、淡々とやるみたいな、趣旨に近いかもしれないですね、この条例は僕の中ではね。でまあだから今のところ、僕はそういう風にやってる方が自分の中の、俺何がしたいんだろうなみたいなもやもやふわふわしてることを、ちょっとでも輪郭をはっきりさせるで、なんか前に進みそうな感覚に持っていきたいっていうか、そういうきっかけにしたいみたいな、そういう感じなのかなと。あとはまあそうそう、だからもうそれこそね、もちろん走り岡学校のオンラインスクールもまあいわゆるオンラインサロンなわけじゃないですか。まあスポーツのスキルを身につけるためのオンラインサロンですよね。でまあそこのね、運営をこう3年間お手伝いしてて、でまあその僕あそこは僕が作ったコミュニティじゃないけど、まあ3年ずっと結構ね、思い入れのある感じでこうずっと付き合って、まあ、これからも永遠のオンラインスクール生として所属するよみたいな、まあ、そういう立ち位置ですけど、でもやっぱりこういうコミュニケーションとかこういう言語空間っていいよなって思うところいっぱいあるんですよね。でそこから取り入れてる部分も多々あるかな、なんかね、まあなんかその人数も違うし目的も違うんで、オンラインスクールは目的がはっきりやる、海空研究所は目的って何ですかっていう状態なんですけどまあでもただね、そのせっかくそれぞれもが抱えてるふわっとしたものって僕だけじゃなくてみんなあるよねっていう、でそれをなんか掘り下げたいなって誰もが思ってるよねという、でその掘り下げるのは一人で悶々とやり続けて結構しんどくて、なかなか形にならないし前に進んでる感覚になれないもんだから、まあ、誰か聞いてくれる人一人いたら楽になるんじゃないかなって、そういう空間を安心してなんか聞いてもらってちょっといいですかと、もう本当ふわふわしてて何が言いたいか僕も全然わかんないんですけどっていう、それをなんか作ったらそれなんかね、僕以外の人もそういう何かしらこう掘り下げたいんだけどまだ形にならないとか、目的が何なのかよくわからないとか、どこに行くのかも見当もつかないみたいなものを抱えてるだろうと思うんですよね。でも抱えそういうものってふわふわしてるのに大事に思ってたりするものって研究のテーマとしては一番こうパワフルというか、それはなぜなら長続きするからですね長続きするんですよ。世界を変えるミッションとかじゃないんですよ。分かりにくいしなかなか解けない謎みたいな感じなんで、研究にうってつけなんですよね。で研究の作法が一番当てはまりやすいというか、それはなんか集って一緒にこう、へえなるほどって言い合ってれば、お互いなんかなんか学びになったり、なんか形になったり、なんだったらたまにはね、面白いイベントに仕上がったりとかっていうことのきっかけになるんだったらね、なんかこういうコミュニティもあってもいいかなみたいな、そういう位置づけですよねっていうね、自分の話にちょっと帰着しちゃいましたけど
だからなんかそのひろみさんの師匠と弟子の関係のやり取りがね、非常になんかコミカルで面白いくて、ははってなるだけのものとしても面白いんですけど、なんかそういえば世の中どこでも教える教えられるっていうことの時には必ずそういうやり取りあって、なんかあるんでしょうね、本質がそこにっていうのをね、ちょっと思ったりしましたね。はい、ということで、ひろみさんおはようございます。川明宏さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤奈くんおはようございます。山田友人さんおはようございます。雪かきよご苦労さんでした5日間にわたる雪かきね、いや本当大変なのよあれはね。そして確かに江別とか岩見沢とかあっちの方の人はねからしたらさ、そんなもう雪化粧ぐらいの話でしかなくて、書くほどのものじゃないですよねって見えるんでしょうねもう分厚さが全然違うから、雪の重さとか。そうそう、雪の質も大事なんですよね、雪かきでさ。まあだから俺北海道の雪かきって比較的雪が軽くてふわふわしてるんで、それで楽しかったのもあるかもしれないですね。その新潟はね、こうもう今でこそもうお腹で雪が少なくなっちゃったんだけど、まあ、ちっちゃい頃にバンバン降ってたみたいな時に全然雪質が違うんですよ。もう同じだから10センチの雪をスコップでかくみたいな時に重さが違うんですよ含んでる水分量が全然違うからだからあれだよね、その北陸の人のイメージする雪と北海道の人がイメージしてる雪と、もう全く同じ言葉で雪っていう言葉でくくれないんだよね。もうちょい3分割ぐらいしてもいいんじゃないとまあだから北海道で行くとあれですね、3月ぐらいに溶け始めだけどまだ気温が低いんでみたいな、まあ、でも北海道だとなかなかあれですよっていうのないかな。まあ、とにかく水分が多いんですね。人もめちゃくちゃ重いんですよ。雪かきのね、だから30センチ積もったんでかきます大変ですねの中身が全然違う。その多分まあ北海道の方がね気温が低いんで、降ってきたものがそのまま全部積み上がるみたいな感じではないですか。北陸はね、その降ってきたのが全部積み上がるんじゃなくて、ちょっとずつ溶けながらこうギュッと密度が高まりながら、積み上がっていくみたいな感じで、まあ、だから結局密度が高くなると重くなるんですけど、だからその積もるスピードとペースと もうどんだけ書いてもまた降ってくるし、すぐ全てが積もるじゃないかみたいなのが北海道の雪のイメージですけど、でもなんかその分軽いんですよ。北陸の方はね、まあ、そこまでのスピードがねガンガンっていうイメージじゃないですけど、一部溶けていくんでね。なんだけどもう積み上がっちゃった日にはね、これどうすもうびくともしねえんですけどっていうね感じになるよね。はい、まあ何だと思われ、でも5日間は大変ですよ。お疲れ様でした。そう、冬型が明けたのねっていう感じで、沖縄もね、昨日は風ビュンビュンでしたけど、だいぶ晴れ渡っていい感じですね。中村修平さんおはようございます。寺石塚さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本茜さん、全くん、かんくんおはようございます。森本茜監督就任おめでとうございます。駅伝大会ね、またドッジボール大会の時みたいにこう熱くさせるものがあるでしょうから、いやむしろあの時よりいよいよ 本職ですからね、茜さんにしてみればね、楽しみですね。何ですか、森田さんおはようございます。ということで今日も皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、ひろみさん、ありがとうございます。じゃあね。